ヘルマン・フリードリヒ・ヨッピーンは、ドイツ空軍の軍人。第二次世界大戦で70機を撃墜したエースパイロットであり、その戦行から白洋付き私鉄十字章を授与された。1912年7月19日、プロイセン王国ベスト・ファーレン州防フムで生まれた。父親は労働者で、1917年に転職すると、ヨッピーン家は、ヘルスフェルトに移住した。 学校教育を終了後、職業教育を受けて、印刷会社で、食事機能貿易を学んだ。1931年10月、ギー戦で、バイマル共和国軍の第15不評連隊に入隊。1933年、五町に昇進した。ギー戦でのタイムの傍らで、グライダーの設計と操縦に興味を持ち熱中した。 新兵訓練を受けていたため空軍への転属がやや遅れたが、1935年10月15日に空軍への移籍がようやく認可された。クリスマスまでの間に100回の単独飛行を行い、1936年6月には飛行教官になった。1936年10月1日に上級後長、1937年2月1日に軍曹。 同年7月1日に上級軍曹に昇進した。その後主観候補生に選ばれ、軍事学校に入校。130人の生徒の中でトップで卒業し、1938年12月23日に少尉に昇進した。第一次世界大戦のエースパイロット、マンフレート・フォン・リヒト・ホーフェンの名を冠した第二戦闘航空団の中隊長となり、 1939年6月1日に中尉に昇進した。後に第76区畜航空団第2飛行隊の基礎となる第176戦闘飛行隊本部で技術士官となった。1939年の夏、第51戦闘航空団第1中隊に配属された。11月23日、西部戦線でフランス空軍のギオーム空軍二等軍曹が 登場するモラーヌ・ソルニ a MS-406 を撃墜し、初戦火を記録した。ギオームはエールクールに不時着し、そこで MS-406 は完全に燃え尽きた。戦闘中、ヨッピーンのメッサー・シミット BF-109 は敵の砲火によって着陸装置が破損し、着陸に失敗した。BF-109 は転覆したが、ヨッピーンは幸いにも無傷で脱出した。 この選考により、12月13日に二級鉄十字章を授与された。1940年5月10日、フランスの戦いが始まった。この戦いの中、6月10日にヨッピーンは一級鉄十字章を授与された。フランスの戦いが終わる6月25日までにさらに3期を撃墜し、撃墜数は4期となった。8月6日、 JG51 第1飛行中隊の中隊長となった。7月10日に始まったバトルオブブリテンではイギリス空軍に対し中隊を率いて10月31日まで戦った。この戦いの間、29機撃墜の功により9月16日に騎士鉄十字章を授与された。2日後、大義に昇進。1ヶ月後の10月18日。 JG51 大愛飛行隊の飛行隊長に任命された。12月5日までヨッピーインは撃墜数を30機に伸ばした。1941年2月26日、ホーカーハリケーン2機を撃墜した。RAF に対してさらに撃墜数を伸ばし、4月21日に記録した40機撃墜のために、 4月22日の国防軍軍法で最初の言及を受けた。翌日、アドルフ・ヒトラーから白洋付き士鉄十字章を授与され、ドイツ国防軍で11人目の受賞者となった。6月、JG51 と大半のドイツ空軍は、6月22日にソ連へ進行するバルバロッサ作戦の準備のために、東部戦線に移った。そこで、6月30日に、 ベラルーシ東部のバブルイスク近郊での5機のソ連の爆撃機を撃墜し、総撃追数は51期に達した。この1日で達成されたエースの功績により、7月1日に国防軍軍法で2度目の言及を受けた。7月5日、58期目の撃墜後に負傷し、数週間療養している。8月25日、ヨ・ピンと両機のエルヴィン・フライク中尉は、 ブリャンスク南西2 0キロメートルにあるエリニア付近でソ連の戦闘機と爆撃機と戦闘になった。ヨッピンのメッサーシミット BF-109F-2 はソ連のポリカルポフ I-16 によって撃墜され戦死した。万29歳没。フライクは後に彼とヨッピンが600から7 0 0メートルの高度で3機の I-16 で護衛された。 ペトラコーフポリエチレン -2 を3機攻撃したことを報告した。フライクはヨッピーンが煙型なびくポリエチレン -2 を攻撃し、ヨッピーンの BF-109 が急な右旋回をして地面に墜落したのを目撃した。この日までにヨッピーンは約270回の出撃で70機を撃墜した。その内訳は、 スーパーマリンスピットファイア23機を含む42機が西部戦線、28機が東部戦線で記録したものである。1941年8月29日、国防軍軍法はヨッピーンの死亡を発表した。ありがとうございます。